まし赤崎赤星マシマシマシ TV はい、ということでラーメン、二郎池袋東口店でーす、はい、さあね、また行っちゃいましたけれども、はい、池袋が徒歩5分ということですが、うん、今回まずここから触れていきましょう、はあ、並び方です、ね、はい、二郎、ビル、大正軒さんとありますけども、はい、このようにですね、大正軒さんに被らないように折り返してくださいという情報から、まあまあまあ、今回はまあ、僕もね一緒に行きましたけども、そう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 、列がめちゃめちゃ伸びちゃってね、いやそう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 、みんなあるものを目当てに今回並んでいたんですね、はい、見ていきましょう。こちら基本メニューラーメン、豚入り、大ダブル、大ラーメンなどありますが、しました混ぜそばが今回始まっているということで、ニュー、大混ぜそばとこのほぐし豚、まあ、こちらも新しいトッピングですね、はいはいはい、これを求めて私も並んでまいりましたということで、チェックドンです、はい、お混ぜそば第2野菜増しにんにくましゅうしゅう辛めなんてものがありますが、こちらがなんと、からしマヨ、うん、ね、コール可能ということで、まあ、こちらも期間限定なのでね、はい、今しかできない、もう期間限定が好きだから日本人は本当にもう、まあまあ今食っとかないとっていうのね。そうそうそう。でほぐし豚は煮卵の券買ってほぐし豚でってカウンターで言うとほぐし豚にしてくれるという、はい、そのままだと卵になったんで気をつけてください、はい、ということでいっちゃいましょう。豚からね、同じ NHK の、まあ、歌舞伎、うん、まあ、あの会社系なんで、はいはいはい、運営が、まあ、あの豚は煮るんですけども引き締まり豚ということでございますね。てっぺんの野菜狩りが盛り土は歌舞伎の2倍あるかもしれない。これ野菜をね、まず片付けていかないと、いやそうそう、混ぜらんないから混ぜらんないですよこれ量がね、僕隣で食べてましたけど、はい、半端じゃなかったから。やっぱり見えましたか、うん、ね、野菜と豚組み合わせもあのラム肉のような引き締まり系ということでね、巻いて食って巻き食いしております。巻き食いね、はい、で、うん、油、やっぱね黒油ね、これ池地ならではの、そうね、混ぜにもやっぱり黒で入ってますが、ややねちょっと苦味を感じる醤油だったんで、この料理酒が入ってる可能性は あるかもしれない、ありえると、ありえるということでございます、ね、まだ混ぜてないですね、まだ混ぜてございません、はい、ね、油をこのスープに浸しすぎちゃうとこの周りの返しが落ちちゃって普通の油になるという危険性もありますんで、うん、はい、そのあたりも気をつけてください、はい、ね、あ、やっと来ました。今回は麺というか天地返しからいきましょう。やっぱり混ぜそばなんでね、これでも密度がすごいねこれスープが入ってないとおかしいぐらいの体積だけどギュチ内容ですか全体的にギュチ内容、いや知らない言葉でだけどあ、ここでやっと一口、よいしょ、返しというよりこれね、なんかドロッとした醤油だれなんですよ、はいはいはい、粘度がちょっと高くてですね、はい、口の中でこういろんなところにまとわりついてくる食感なるほど、ね、まあまあ絡む感じでね、そう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 、どつける醤油ね、野菜にもこれたっぷり染み込ませたかったんで早めに天地返ししたというわけでございます。なるほど、はい、結構早かったですよね、僕が麺行くとあの順番としてはね、まあでもそこにたどり着くまでがね結構ね、結構まああれですけども、さあそして埋まったニンニクをほじり出して上から乗せていきましょうか。よっこらせと、まあこの時点でもうすでにハードコアな内容ね、いやそうだね、もうデスメタルぐらいいってるかもしれない混ぜに混ぜて、うん、混ぜてますけども、返しが染み込んでさらに強力な一口、ニンニク自体にも入っているからもう、うん、濃さが鬼うまということで出ちゃいました。あ、初めて見る ね鬼うまいね。ここにほぐし豚ですから、あ、そうか、さらに金棒、金豚ね、やっちゃいました。金棒だったんですね、ほぐし豚はシーチキンみたいに見えますけども非常に滑らか、うんうん、これ口当たりが滑らかなんですよ、もうペーストに近いぐらい、もうなんていうかあのレバーペーストをちょっと繊維感入れた感じ。レバーペーストですか。あ、伝わらなければ一旦なしにします。そういうことあの、すごいね、スープ吸収していくんでね、ぜひおすすめです。これほぐし豚あったら買ってください。売り切れてる場合もある。ね、で、からしマヨ言ってるんですけども、これね、マヨ感がほとんどないというほぼからし、ほぼからしです。だから苦手な人は気をつけてください。でも僕結構辛いの好きなんで、野菜と合わせて食べると美味しい。しょっぱレベルはもちろんの。こうということで、よっしゃー、やっぱりね、これやっぱ FZ 社の醤油でしょっぱい、ありがとうございますね、少しずつね、またからし醤油を作っていって食べてくださいねとね、はい、混ぜてね、さらにそうそうそう、まあ、からしとスープがね、全部混ざり合っちゃうと、うん、もう全然違うスープになっちゃうんで、汁になっちゃうんで、うん、まあじゃあちょっとからしの部分とかちょっとゾーンをね、分けて、いや、そう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 、うん、少しずつがいいですよ、うん、というのがおすすめですな。でブラックペッパーかけましたが、大丈夫かな、その時
何があった何があまりにやっぱ野菜が重いんでね、うん、顎痛くて、まあ、関さんこの時完食してそっと出ちゃった。まあまあまあそうですね、はい、あの顎との戦いだったんですが、そんなことあんの、飯食ってる間に痛くて、ちょっと黒胡椒黒スープクラブラブラック三姉妹はお見逃しなくということで、最終的に女の方だったの三兄弟じゃなくて、はい、女性名刺です、女性のね、はい、女性名刺です、これは後藤さんです、うん、ということでね、よくわからない表現で終わったけど、すいません、ちょっといろいろとね、やっちゃいましょう。あーとマシュマシュが 90.7、 いやいや、まあまあ90はいきますよね、まあいくよね、うん、この量。いや、池袋二郎でも昔はこんな多くなかったんだけどな、マシマシにしても、あのやっぱスープがないけど、その分の量が、はい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 、やっぱ混ぜそばであんな野菜乗ったの見たことないもんね、やっぱりねまあまあまあ、うん、まあそれを混ぜやがれということでね、うん、いや非常にね、この期間限定これ見逃すわけにはいかないですよ皆さん、はいはいはい、ほんと行くしかないと、池袋行ってサンシャインシティの美味しいね、うん、パンケーキ食べてる場合ではございません、うん、まあまあデザートだからねそれはね、まあ、ちなみにね、夏は、うん、普段はつけ麺をやるんですけども池袋、はいはい、今年なかったんですよ。あ、なのでその代わりに混ぜそばが始まったというのが定説です。あ、なるほどね、周りの。だから来年やるか分かんないし、今年もいつまで続くか分かんないで、あ、なるほど、またつけ麺に戻るかもしれない、あ、そう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 、池袋お越しください、ぜひともチェックしてみてね、情報番組ですね、ごちそうさんでした、you